コミュニティの創設者、ジョン・ハンフリーノイズ・オナイダ・コミュニティは、アメリカ合衆国ニューヨーク州オナイダ軍のオナイダで1848年に、ジョン・ハンフリーノイズによって創設された宗教的、共同体である。この共同体は、紀元70年にはすでにイエスが再臨し、それによって、彼ら自身が千年王国に至ることが可能となり、罪から自由となり、天国だけでなく、 現世においても完全な存在となれると信じた。同いだコミュニティは、コミュナリズム、複合婚、男性の性的自制、相互批判、アセンディングフェローシップを実践した。同様の小規模の共同体は、コネチカット州ウォーリングフォード、ニュージャージー州ニューアーク、パトニー、バーモント州ケンブリッジに存在していた。この共同体の創設メンバーは87名で、 あったが、1850年12月には172名、1852年には208名、1878年には306名に増加した。1854年には、ウォリングフォード支部以外の支部は閉鎖された。オナイダコミュニティは1881年に分解し、最終的には、オナイダリミテッドという巨大銀食機企業となった。オナイダコミュニティは、 最大人口が約300人にしか達しなかったが、27個の常設委員会と48個の行政区画という複雑な官僚性を有していた。唯一残存した銀食器の主工業は1877年という、この共同体の歴史の比較的後期に始まり、現在も存在している。第二の産業としては、革製の旅行カバンの主工業、シュロの帽子編み。 田舎風の家具製作、バネ付けの罠政策、観光業が含まれる。すべての共同隊員は各人の能力に合わせて労働することが求められ、女性は家事の大半を行う傾向があった。専門的な仕事は一個人に任され続けることがあった。しかし共同隊員は非専門的な仕事は交代して、家内や牧草地や様々な産業内で働いた。 オナイダコミュニティが栄えるにつれ、コミュニティはさらに部外者を雇いこれらの立場で働かせた。彼らはこの地域での主要な労働力であり、1870年には約200人存在した。オナイダコミュニティは複合婚として知られる自由恋愛主義の方式を強く信仰していて、そこでは同意した相手であれば、誰とでも成功が自由だった。独占や、 ハイタ的な人間関係は認められなかった。性の革命などの20世紀の社会運動とは異なり、コミュニティの人々は快楽のための結果を伴わない性交渉を発さなかったが、成功は妊娠という結果をもたらすので、子供の養育は共同体全体の責任であると考えていた。40歳以上の女性は、青年男性にとっての性的な助言者となることとされた。 このような関係が持たれたのは妊娠の可能性が少なかったからである。さらに、これらの女性は若い男性にとっての宗教的な模範となった。同様に、年配の男性はしばしば若い女性に成功の手ほどきをした。ノイズはしばしば独断でパートナーの組み合わせを決定し、共同体内で、信心深いものと信心深くないもので関係を作ることを進めた。 これは、信心深い者の,の態度や振る舞いが信心深くない、者に影響を与えることを期待したものである。1993年に初めてこの共同体の記録が学者に向けて公開された。この記録の中に、ノイズの名であるティルツァーミラーの日記が含まれていた。ノイズの名は、同の間コミュニティ内での性的関係、恋愛関係について、後半に記していた。 この共同体のすべての共同体員は総会において共同体や委員会全体の批判を受けることがあった。その目的は好ましくない性格、特徴を消すことであった。当時の様々な資料はノイズ自身も批判の対象になったとしている。ただし、批判の機会は残りの共同体員への批判よりは少なく、批判の強さもおそらく弱かったであろう。 同いだコミュニティでの出産を管理するために男性の性的自制すなわち保留成功が定められた。ノイズは成功が二つの明確な目的のために役立つとした。第一の目的は社会的満足である。すなわち成功をパートナー相互がコミュニケーションを取り愛を語らうために許したのだ。第二の目的は生殖である。出産の管理として 約200人の青年が性欲抑制を行っていたが、1848年から1868年の間に12人の予定していなかった出産があった。青年男子は閉経後の女性によって性的自性を仕込まれ、若い女性は経験を積んだ年配の男性と行為をした。ノイズは射精、射生を男性の生命力を衰えさせ病にたらしめる、そして妊娠と出産が、 女性の生命力に重い負担を課すると信じていた。彼の妻であるハリエットが5人の子供中4人が死去したトラウマ的な出産の後でのさらに困難な出産をしなくてもいいようにノイズは性的自制を始めた。共同隊員はこの性的抑制の手法を好んだ。なぜなら彼らにとってその手法が自然で健康的で公職さを満足させるものだったからだ。 もし男性がこの性的自制に失敗すれば彼らは公的な非難にさらされるか個人的に拒絶されることとなった。自行為や共同体からの隠遁などが性的自制によって起きた問題か知れないが男性の性的自制が重大な問題を引き起こしたかははっきりとしない。男性の性的自制は勃起不全を引き起こさないと共同体内では考えられていた。 スターピカルチャーとして知られる優生学の計画は1869年に導入された。これはさらに完全な子供を作るために構想された選択育児計画である。親になりたいと願う共同体員は、霊的、道徳的資質にふさわしいとされるために委員会へ出向いた。53名の女性と38名の男性がこの計画に参加し、この計画のために おないだコミュニティの新しい集合住宅の一角が必要となった。この実験では五十八名の子どもが育てられた。その中の九人はノイズの子どもであった。子どもが離乳すれば子どもは子どもたちの住む一角である南の一角で育てられた。子どもたちの親は子に会うことが認められたが育児担当者が親子の間での強いつながりを感じたら共同体は親子の間で 別離期間を設けることを命じていた。同いだコミュニティは19世紀のアメリカにおいて女性の役割を変え女性の地位を向上するための最も過激で制度的な試みの一つを具現化した。女性は共同体外では持つことができなかったいくつかの自由を共同体内で獲得した。これらの権利の中には同いだコミュニティでの男性の性欲自制により 本意でない妊娠をしなくて良いという自由と同様に、同いだコミュニティが共同体内の子供を育てる制度を持っていることから、生じる自分の子供を育てなくても良いという自由が含まれていた。さらに、女性たちは機能的なブルマースタイルの服を着て、単発を保っていた。女性は事実上全種類の共同体内の作業に参加できた。家事は、 女性の大事の責務であるとされた一方で、女性は事務や販売員や職人などの立場を求めるのも自由であった。そして特に1860年代から1870年代初期の間に多くの女性はそのようにした。最終的に女性は日々の宗教的儀礼や営業会議に参加しながら共同体の方針の形成に積極的な役割を果たした。 おないだコミュニティで実行された複合婚と自由恋愛の体制は女性の地位を認めていた。複合婚の取り決めを通して女性と男性は性的な責務と発言において平等であったのだ。実はおないだコミュニティは女性の性欲を認めていた。女性が性行為において満足を得る権利は認められていて女性は絶頂に達することが奨励された。しかし、 女性が性的な申し入れを拒否する権利は、言い寄った男性の立場に依存して制限された。ザステータスアンドセルフパーセプションオブビメインザオネーダコミュニティの著者である、エレン・ウェイランド・スミスは、共同体以内においては、おおよそ平等であったと主張している。彼女は、共同体内の男女いずれもが、ノイズの考え方、意思に従属していた一方で、女性に対して、 過度な抑圧がなされることはなかったと指摘している。この共同体は、ジョン・ハンフリー・ノイズが息子である、セオドア・ノイズに共同体の指導権を譲ろうとした、時まで存続した。しかしこの動きは失敗した。セオドアは、不可知論者であり父のような人を率いる才能に、欠けていた。ジョン・ターナーが、自分の力で組織を管理しようとするにつれて、この動きは、共同体を分裂させた。 共同体内で、いつ、誰が子供たちに成功を教えるべきかについて議論があり、そしてその実行全般についても議論があった。創設メンバーは年を取るか病になっていて、そして若い共同体員は、旧来の独占的な婚姻を望んでいた。これらの困難の頂点としてあるのが、ハミルトン大学のジョン・ミアーズ教授による嫌がらせ運動である。彼は、 おないだコミュニティに対する反対集会を求めた。これには47人の聖職者が同席した。ノイズは自身が法廷交換の罪での逮捕状の発行が間近であることを信頼している助言者であったマイロン・キンズリーから知らされ、1879年6月中旬の夜に共同体の住居から抜け出し国外へ逃亡した。彼はそれから二度とアメリカへ戻ることはなかった。 その後すぐにノイズはオンタリオ州から仲間へ手紙を書き複合婚を廃止すべきだと助言した複合婚は外部の圧力に従い1879年に廃止されたそして共同体はすぐに分裂し共同体委員の一部は共同体を株式会社として再構築した夫婦は組織再構築の時の同棲者同士で 通常の結婚した夫婦と同じようなものとなった。次の年には70人以上の共同隊員が通常の結婚を行った。20世紀初期の間、同イダリミテッドという新しい企業は銀食器に焦点を絞った。動物の罠の商売は1912年に、絹の商売は1916年に売却され、缶詰製造業は利益が出なくなったため1915年に、 廃業された。この株式会社は現在も存在し、オナイダリミテッドというブランド名の下で主要なカトラリーの製造元である。2004年9月にオナイダリミテッドは2005年初めにアメリカでの製造事業をすべて停止することを表明し、124年の歴史に終止符が打たれた。オナイダリミテッドは設計した商品を海外で製造し、売り続けている。 この企業は製造施設を売却し続けていて、最近ではニューヨークのシェリルにある流通センターは閉鎖された。だが、運営事務所は、オナイダに残っている。共同体最後の存命メンバーであった、エラフローレンス・アンダー・ウッドは、1950年6月に、オナイダ軍に近いニューヨークのケンウッドで死去した。オナイダ・リミテッドの銀製 T セットオナイダコミュニティの記述は、 サラ・ボーエルの著書であるアサシネーション・バケーションに見られる。この本では共同体全般と5年以上共同体で生活して、後に米大統領ジェームズ・ガー・フィールドを暗殺したチャールズ・ジェイ・ギトウについて論じている。デビッド・フラス・フェダーのベーガン・ハウスという小説の中の完全主義者による共同体は同いだコミュニティから直接葬起されたものである。同だコミュニティに対して、 ツインウォークスコミュニティというバージニアにある100名からなる意識的な共同体は尊敬の証を送っている。すべてのツインウォークスコミュニティの建物は現在もはや活動をしていない共同体の名前にちなんで名付けられ、オナイダは建物の名の一つになっている。1907年当時のオナイダコミュニティマンションオナイダ、コミュニティの作ったものの中で第一である9万3000平方フィートの 同いだコミュニティマンションは、今も同いだに建っている。同いだコミュニティは、その住居2862年から1914年の間、コミュニティ結成時から脈々と住み続けた。今日、建物は、個人用の部屋35室、大人数用の部屋9つ、9つの応接館、そして博物館、会議場、食堂機能を持つ部屋を有している。 ナイダコミュニティマンションは1965年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、博物館と建物の一部は訪問者に開放されている。ありがとうございます。